名古屋駅の西口付近です。これから近くにある名鉄院名古屋駅新幹線口に宿泊します。このホテルのトレインビュープラも予約していました。21階の部屋に向かいます。部屋の中はこのようになっています。言うまでもないことかもしれませんが、名の知れたホテルチェーンなだけあって、とても綺麗な部屋です。部屋の照明を暗くして早速撮影してみました。東海道本線の上り列車が見えます。名古屋駅に向かっているところです。ぐっすり眠って朝を迎えたので再び撮影していきます。朝7時くらいの景色です。東京行きの新幹線が入線してきます。この部屋から撮影した朝のラッシュのタイムラプス等の動画も別にございますので、よろしかったらご覧ください。カメラのズームを線路に近づけて撮影していきます。ズームしていくと、わずかながら名古屋城も撮影できます。動画撮影ですが、ベッドと窓のわずかな隙間から三脚を立てて撮影してます。そのため、ベッドに横たわりながら撮影でき、とても楽です。GoPro で広角に撮影するとダイナミックな映像になりますが、列車がどこにいるのかわかりにくくなりますね。特急しなのに使われる383系が留置線に入るために動いています。EF64 型電気機関車が牽引する貨物列車が来ました。
一眼レフカメラをズームして写真も撮ってみました。最後に、このホテルのトレインビュープランの良いところと悪いところをまとめてみました。